させてもらいます。松本幸太さんです。協力隊の、経験、協力隊の経験ももちろんのこと、さまざまな経験を生かしまして、今ですね、経営コンサルタントとして活躍をされております。で、ご自身の、協力隊の経験だけではなくてですね、中高生向けのプレゼンテーションもたくさん経験されておられます。松本さんご自身の、プレゼンテーションの何と言いますかスタイルだったりとかですね、そういうのは、帰ってきたばっかりの OB だったりとか、これから行く研修生にとっても勉強になると思います。そういった目でも見ていただければと思います。ということで、思い切ってハードルを上げた状態で松本君にマイクを出します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。16年度3次隊でヨルダンに派遣されていました松本幸太と申します。今日はよろしくお願いいたします。普段、年に、多い時で5、6回くらい中学校、小中高大大人といろんな方にお話しさせていただく機会がなあります。それで本当にありがたいことで、そこで柔道を、こういうふうに、海外でやっている方がいるとか、青年海外協力隊というのがあるということをお話しさせていただく機会があります。そこで、一つ紹介の3分ムービーというのが、これは結構映像の先生ですかとか言われるくらいちょっと評判良かったので、ぜひちょっと見ていただきたいと思います。ヨルダンが、大体発動できるかなと思います。はい、ありがとうございました。今日はですね、協力隊があるか今があったということでお話をさせていただきたいと思います。私の方は協力隊が終わってから大体12年くらい、大体一回りくらいしましたので、どういうふうに協力隊の経験が世の中、僕が社会に出て生きてきたかということを、重きを置いてお話しさせていただきたいなと思います。まず、よく聞かれます、新潟の地方にいるので、なんで協力隊行ってよかったですかっていうことだったんですけども、本当にめちゃくちゃ良かったです。本当にありがとうございます。本当に、そんなに強くなかったんですけども、行かせていただいて本当に良かったなと思っています。そこで、じゃあどういうところが良かったのかっていうことなんですけども、協力隊の、経験の中で2年間に身についたビジネススキルっていうのが今思い返すとあったかなというふうに思っています。あと、協力隊で現地のヨルダンの方と触れ合う中で、教えてもらった人生で一番大切なことがあったなということがあります。で、この2つに支えられて12年間やってこれたかなというふうに今思っています。私は今、経営コンサルタントや、コーチングというのを企業の特に社長を中心に行わせていただく会社を経営しています。もともとは父親が創業した大学を卒業後すぐに協力隊に行ってですね、本当は国連で働きたいなという夢を持っていたんですけども、父親が事業をしていまして、僕が協力隊に行って帰る半年前にちょっとがんが発覚して、まだ53歳だったんですけども、亡くなってしまいました。それで、その就職等をせず、そのまま会社の方に入るという形でになりました。で、現在その会社は M&A で、譲渡売却をして今は個人でしているという形になります。で、なぜ、まず、国連に行きたいとか、協力隊に行こうと思ったかっていうのが、私が大学1年生の時に遡ります。で、大学1年生の時、この映像っていうかこの写真は皆さん結構覚えてるかなと思うんですけども、9.11 の同時多発テロが起きました。で、それで、僕はまだ大学1年生で、まだ9月で半年くらいしかなくて、アルバイトをして、それでちょっと疲れて帰ってきて、よしテレビでも見ながらビールでも飲もうかなと、あ、ダメですね、19歳ですからと思ってですね、つけたところ、なんかすごい映画やってるなと思ってですね、でもなんかこうちょっとリアルだなという感じを受けました。で、他のところつけても全部これだったので、これはなんかちょっとただ事じゃないのことが起こっているんじゃないかということを大学生ながらに感じ、その後報道が分かるってされるうちに、これが大変なことが起きたということを
じる、まあ、知っていくことになりました。それで、まあ、なぜこんなことが起きているのかっていうのと、もう本当にこういうことが起きているのか、世界の、まあ、僕らが知らないところで起きているのかっていうことに疑問を持ちました。それで大学の、そのまた半年後ぐらいに春休みになって、友人と、まあ、バックパッカー当時流行ってたんですけど、バックパッカーでニューヨークここを見てみようということで行きました。でこれがグラウンドゼロの、まあ、これは去年、ちょっと仕事で行く機会があったので、まあ、再び行ってみようということで訪れたところに、まあ、普通にですね、やっぱ秀谷川内さんとかですね、これやっぱ日本人が亡くなってる。で当時も、まだ煙がこう出てたり、家があったり、ろうそくが焚いてあったりっていう、まあ、本当に生々しいところだったんですけども、まあ、本当に世界は変わっていくんだなということを、感じました。でその世界が変わっていく中で、何か僕ができることがあるのかな、海外で、まあ、日本だけじゃなくできることがあるんじゃないかなということを少しずつ考え始めていくきっかけをもらいました。でそうしたところですね、海外、国際学部っていうところで、に入ってた、大学は国際学部という学部だったんですけども、そこに、コソボ紛争という紛争があって、そこの国連の広報室長をしている方が先生にいまして、でなんかコソボに大学生をボランティアに連れて行ってくれるということを、そういう企画があってです、これはなんか不思議だなというふうに、そこの門を訪ねていったが最後、あの国際協力にはまってしまいまして、その後東ティモール、ボスニア、ヘルツゴビナとか、なんか危険なもうところばかり出ました。でもう僕の人生はここだと、もうこういうふうな支援をして生きていくんだっていうふうな夢を持ちました。でもうですね、じゃあまだ大学生ですし、まあ、何も資格もないですし、お金もないというふうに、じゃあ何をすればいいのかなということで、もうちょっと悩んでいました。でそこでですね、ちょっと青年海外協力隊の説明会みたいなのがちょうどなぜか大学であって、でそれに出たら、なんと準度法っていう職種があるんですということで、2段以上から行きますっていうことです、ね、あ、そうだ柔道だということで、すごく横島な、あの皆さんには大変申し訳ないんですけども、横島な気持ちで青年海外協力隊の門を叩きました。それで、まあ、柔道歴なんですけども、まあ、12歳の時もこれも横島というか、まあ、ちょっと高度官官庁の時の前であれなんですけども、まあ、何か部活をしなきゃいけないということで、地方の中学生、中学校っていうのは大体そうなってると思うんですけども、まあ、大学が良かったんですけども、当時 J リーグが流行ってまして、これサッカーをやっていました。結構足が速かったので、まあ、サッカーやろうかなと思ったんですけど、サッカー部がなく、で卓球が上手かったので卓球部行こうと思ったら、お前はちょっとギャルじゃないと言われ、同級生が、あの小学校から柔道やってる子がいたので、ね、お前ちょっと行ってみようかっていうことで行ったら、すごくものすごく何て言うんでしょうね、体が付き合いよくていいねとか、あのすごくいいこと言ってくれたんで、あのちょっとやってみようかなと思った例の時、なんと国体選手の60キロ以下級で国体に 6,7 年ずっと出てらっしゃる方がいきなり僕の入学と同時に入ってきてですね、それからもう、約6年間、土日ない柔道漬けの中高柔道漬けの、日々を送ることになりました。で大学、まあ、それなりにちょっと、うん、新潟県の強化選手に習ったりしたんですけども、まあ、怪我が多くてですね、検査、この靭帯を切ったり、腰を痛めたり、まあ、いろんな怪我をしまして、なかなか選手としては、なんていうんですかね、こう目が出ませんでした。なんですけども、まあ、こういうふうに、青年海外協力隊ということで、やれる機会を、得られたのは本当にラッキーでもあり、まあ、長く、その時に先生に言われたことがありました。何事も長く続けることが難しいと、まあ、特に柔道なんて長く続けるのが難しいです。今勝てないやつにも勝てるようになるって言われたのが、すごく印象に残っています。それで、まあ、高校でそんなに夢が出なかったので、まあ、大学辞めようと思ったんですけども、まあ、緩く長く柔道を続けていまして、町の道場とかで、なぜかこれも大学に、奈良崎紀子先生がいてですね、女子のオリンピックのメダリストになっ
いらっしゃって、その道場に行かせていただくとか、まあ、結構まあラッキーというか縁があったのかなと思って、まあ、それも本当に長く続けていたからこそ、協力隊に行けたのかなというふうに、思っています。で、どういうことをヨルダンでやってきたかというと、まあ、ナショナルチームの若手指導者の育成と若手の選手育成をしてくださいということと、あとヨルダン全土への柔道の普及ということを、派遣要請に書いてありましただったんですけども、まあ、これが、ヨルダン柔道連盟の結構いいっていうか門構えがしっかりしている場所が道場がここに、空手や、他の武道と一緒に道場があるというような形になってますだったんですけども、行ってみたら、人がいませんでした。まあ、よくこれはあの他の隊員さんとかだとあるんですけど、柔道隊員で人がいないってありますかでしょうかね。びっくりした。ナショナルチームって言われたんですけども、あの生徒2人とか3人で、しかも週に2回しか来ないとか、俺は何をしに来たんだということで、相当落ち込みました。もう入って2週間ぐらい、まあ、1週間ですね、必要とされてない俺なんて、もう帰ろうか、本気で悩みました。本当に泣きました。悩んだというか泣きました。なぜかというと、まあ、再会を誓い合った、まあ、これから訓練される方は、この楽しい訓練が待ってるんですけど、あの訓練がで、再会を誓い合った135名の仲間たちが世界中に飛び飛んでいって、まあ、もちろんヨルダンにもいますし、隣、まあ、当時はシリアがあったので、シリアの柔道の同期隊員とかもいて、そう思うわけですよね。この人たちは、あの友人たちは今頃熱く活動しているんじゃないだろうかというようなことを、感じながら、でも自分は仕事がないというようなところですごく落ち込んだり、泣いたりですね、もう何をしていいんだろうかという、もう人間不信に陥るぐらいになってしまいました。なんですけども、まあ、これはあのもうこれも柔道ので教えていただいた、あの座右の銘、先生から教えていただいた座右の銘で、まあ、限界からの3ということを、まあ、すごくもう口が酸っぱくなるくらい言われまして、まあ、それは何かというと、もう限界だと思ったら、例えば腕立てして限界だと思ったら3回はできるみたいな感じです。まあ、よくもしかしたらあるかもしれませんが、3回はできる、じゃあもう、まあ、結構限界、精神的にも限界だったんですけども、じゃあ3回何かアクションしてみようというふうに、思いました。それで、まあ、ちょうど、まあ、内部的なこともあって、ヨルダンの柔道連盟での、まあ、指導者だったり幹部の方との、あんまりこう仕事が人間関係がうまくいってないから、他がこう左遷されているとか、そういうようなことがあることは分かってですね、ではじゃあどっかに、熱いやつはいないのかなと思いまして、1人、いるよと、今あの昔のナショナルチームの、選手で、それで今は地元に戻って道場を立ち上げて2年になる人がいると、2年目ですね、になる人がいると、今一番ヨルダンで柔道を、頑張ってやってるのはここだっていうことで、そんなとこがあるんだったらぜひ行ってみようということで、まあ、赴任して2週間くらいで、まあ、アラビア語も分からず、何も分からずヨルダンっていうもの分からないんですけども、で、まあ、当時は一応電話持ってましたけども、この人よく分かんない、この赤い人ですね、スレイマンっていうんですけども、分からないんですけども、何か手がかりがないかなということで、会いに行くことを決めました。ちょっと なんですか、当時はスマホとかなかったので写真もぼやけてるんですよね。なんで顔も分かるのかなということで思っていたんですけども、まあ、なんとか発見してですね、その時に初めて、まあ、彼も、日本人がこんなところまで来ると思ってなかったみたいですね、すごく、歓迎してくれて、初めてヨルダン人とこのヨルダンとか中東に行かれたことが分かると思うんですけど、中をする挨拶があるんですね、こうしまして、ちょっとびっくりしました。男だろうみたいなですね、ということで、 今でもあの夜中3時とかに Facebook で電話が来たりする彼、ちょっと小さな関係ですね、もうそうそう分かってほしいんですけど、なかなか3時ぐらいに来ると
で、まあ、その彼に連れて行かれたのが、こんな景色のところだったんです。皆さんこれ見て柔道ありそうに思いますか？ちょっと砂漠にちょっとあのここら辺が一応家になってます。本当にこんなところにあるのかなと思いまして、まあ、あの秋山さん笑ってますけども、秋山さんは何回もここに行かれてるので本当にあるのかなと思ってですね、何だったらもうこう騙されたのかなというふうに思いました。で、なんでかというとですね、もう着くのかというと、ハムサダ海区あと5分で着く、いやーそうかということで、でも見える景色、あ、ちょっと写真間違えちゃったんですけど、まあ、こんなとこがあって、でもこれでもまだちょっと柔道ありそうに見えないですよね。で、なんか人も歩いてないし、どうなんだろうなと思って、まだなんかあったらハッサハッサと、まあ、すぐすぐって言うんですけども、まあ、すぐすぐって言ってももう20分ぐらい経ってんだろうなという感じですね。まあ、本当にあの時間にルーズ習う人、もう会ってないようなもんだったんですけども、それで連れて行ってもらったところが、石造りの、なんかこう建物がありまして、でここでやってるっていうことで、連れて行っていただきました。でそれで、まあ、その彼について歩いていくと、なんか日本語が聞こえてきます。1、2、3、2、2、3みたいな、でドスンドスンと受け身っぽい音が聞こえてきて、おっと本当にあるのかなと、というかもう本当にあのもう感動したんですね。もうこんな景色のところで日本語が聞こえてくるんだというふうなことですね。すごく感動したのを今でも覚えています。それでそこで出迎えてくれたのがこの、彼らでした。で彼らは、まあ、南部、首都のアンマンから約バスで3時間か4時間くらい、のところでやってる、信仰のクラブで、毎日、3部制で練習をしていると。小学生の部、中学生の部、大人の部っていうことでやっていって、しかも毎日土日もないというようなことを聞いてですね、ナショナルチームは何なんだということを、もう本当に何ですかね、びっくりしました。でしかも練習も死後もなく、まあ、あのしっかり日本語でやってるというかですね、この青いのが、指導者なんですけども、すごくこう前向きで、まあ、柔道をもっとやっていきたいというような気持ちがにじみ出ていて、彼と一緒にやったらいいんじゃないかなっていうふうに思ったところから、いろいろ、動いていきます。でもう一度、まあ、自分に今できることは何かないのかなというふうに思って探したところ、まあ、先輩との違いは何か、僕で4代目で、今日は、大先輩の高間先生もいらっしゃるんですけども、皆さんは柔道強かったとすごく言われました。で僕は弱いのかっていう、やるぞみたいな感じでちょっとなったんですけども、まあ、強かったと、ですごくいい先生だったと。でもあの、まあ、ちょっと、語弊があるかもしれませんが、あまりこう言葉が通じなかったというようなお話をされました。特に前の3代目の方があんまりこうアルベ語ができなかったと、これだと、あの他の方と違うところがあので、僕は差別化というかですね、自分職を出していけばもしかしたら何か変えられるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、あとはですね、将来この国がどうなることが理想的なのかっていう、ちょっと大きな視点で考えてみました。っていうのは、まあ、ナショナルチームの、方たちで、先代の方たちまで練習し指導されてた方がもう、なんて現役を引退し、地方に帰っていって道場を起こしているっていう、そもそも元年くらいな感じだったので、じゃあこの国で、ナショナルチームに次ぐライバルができれば、もしかしたら相乗効果とか切磋琢磨の関係ができるんじゃないかなというふうに考えました。そこから自分で新しい派遣要請を作りまして、まあ、これは僕の強みですね、まあ、僕はアラビア語はその当時はできませんでしたが、まあ、あの誰よりも上手くなろうということで、結果的に2年目の1年半ぐらいで、ヨルダン大学で武道っていう日本語の先生に武道っていうことを1時間半ぐらいアラビア語で喋りました。で移動の自由、僕はあの特に、なんですかね、
僕がだけが自由だった、ヨルダン柔道連盟。じゃ あの南に出張する要員として、派遣してもらおうということで、あとライバルを作らなきゃいけないといういろいろで、もうあのもう交渉ということでですね、まあ、こういう強化視点だったり、まあ、指導者の育成ということで、さっきの、すごく熱血指導者の方をカウンターパートにしようということで、もうやりました、交渉に次ぐ交渉をして、なんとか、新しいプランを作ってヨルダンを活性化させようということで、組み替えるとか新しいスタート、約1ヶ月くらい変わったんですけども、することができてました。で、そういうふうなことをしていく中で、まあ、カウンターパートが日本に来る研修が僕がいる時にあったりですね、あとオリンピックソリダリティコースが開催されてシリアと共同で、柏崎先生がいらっしゃってヨルダン近隣国の柔道家が集まった研修をサポートさせていただくというようなことも、することができました。交渉に次ぐ交渉、これは大変でした。で、こういう、の家に本当にあの掘立て小屋みたいなところに住みまして、約2年間、ここだけじゃなくいろんなところを行き来していたので、まあ、メインはここに住居を置いてですね、生活しています。ヨルダンだとこんなところが家です。で、ちょっと新しいですね、この上とか。ここ僕の家賃で建ちました。どんどんあの行く帰るたびに新しくなっていくみたいな感じですね。結構いい家賃上げてたんだなというふうに思いました。結構これ受けるところです。中学生とか結構。で、まあ、指導は、まあ、ジュニアの方が結構多かったので、まあ、人がめちゃくちゃ多いんですよ。アンマンの首都があの3、4人なのに、こっちは30人とかいてですね、もう本当に入りきれないくらいで、ちょうど僕が行った頃に道場が建て直すみたいな話にもなっていたので、まあ、大空もやりましたし、いろんなところを転々としながら、環境を整えつつやっていった、日々でした。まあ、最悪なのはこんな感じですね。ここ一応昔家具屋だったらしいんですね。で、真ん中に壁がありまして、ある時ハンマーを持ってきて、ここを壊せば1個になるみたいな。でもなかなかこれコンクリート硬くてですね、ハンマーじゃちょっと無理だったんですね。で、穴だけ開いてるという感じで、一応行き来して2面を取れるっていう感じの道場で、これで1年近く本当に寒いし雨が降ってくるし狭いしで、横に当たっちゃうし大変だったんですけども、こんな感じでやってました。で、日本からの柔道支援とかも、たくさんいただいてですね、またぜひちょっとやってみたいなというふうに思っています。で、こうオリンピックソリダリティコースで特に寝技が中東の方弱いので、寝技を中心に指導ということで、これもかなり60人ぐらいいたと思うんですけども、サウジ、シリア、パレスチナとかいろんなところから来て盛り上がった指導会になりました。これは柏崎先生と、もう一人シリアの同期の隊員です。で、まずこれ一番最後の、指導をした日の、もう、最後技術移転研修みたいな自分でカリキュラムを作って3日くらいを、午前午後で分けて、ちょっと最後技術移転みたいな感じで、各地でやりました。で、それで、まあ、これから行かれる方にはすごいおすすめなんですけども、ぜひ賞状を発行していただくと、今でも持ってる人がいるっていうくらい、十何年経っても持ってる人がいるくらい、結構効き目があるというか、それで柔道やめないんで、これ結構使える技です。という感じで、僕が帰った後には立派な道場が建って、どんどん生徒が、成長していきまして、で6年後に、ヨルダンを訪問する機会があって、行ってみたらすごく、さっきの道場は何だったっていうくらいですね、しっかりした道場になっていて、まあ、ここから今ナショナルチームの大半がここから出てるっていうふうになっているという話でです。で、まあ、日本に結構来る機会があると、まあ、僕も孤独感に伺わせていただいて、
最近も、まあ、先週もヨルダンから来たりとかですね、ふうなこう機会があって、本当にありがたいお付き合いさせていただいているなというふうに思います。で、成果としては、まあ、ヨルダン中東の活性化と見える活性化としては、まあ、家族連れで応援に来るとかですね、そういうのが見られたり、まあ、試合数自体が全国大会とか海外遠征とかっていうのが、まあ、増加して、まあ、特にジュニア層から大人へのこう階段ができたかなと思います。で、試合レベルもほとんど、まあ、すごく一時こう盛り下がってた時期であったので、そこからなんとか盛り上げられたかなということと、まあ、3地域4地域くらいのクラブができましたので、そこの切磋琢磨関係が今はちょっとどうか分かんないですけども、その当時はできたということで、一つの成果にはつなげることができたのかなというふうに思いました。まあ、クラブ間の格差や見下しバカにするとかそういうことだったんですけども、そういうのがだいぶなくなってきたなということで、目に見えるようなところもありました。それで、まあ、ここまでが柔道の教育隊の話で、社会関係にじゃあどういうふうにしたのかということでですね、先ほどもお話ししましたけれども、まあ、うちの父親が事業をしていまして、それで、教育隊にの最後半年前ぐらいに癌になったということを、知りまして、その約1年後に亡くなりました。で、その時に、まあ、父の死ですね。で、先ほど一番最初に言った2つの中の1つで、まあ、ヨルダン協力隊に行って学んだ大切なことっていうのを、まあ、ヨルダンで柔道を通してヨルダン人の方と、触れ合う中で、気づいたことがあります。それの、まあ、縮図というか、それがこの写真で、まあ、本当に家族が、なんていうんですかね、団らん、一家団らんで、すごく仲がいいですね。まあ、この方は結構中東で有名な人なんで、もしかしたらご存知の方もいるかもしれませんが、本当に和気あいあいと家族っていうのを一番に大切にするっていうのが、中東の方々の、まあ、トッププライオリティです。で、それを見ていて、じゃあ父親がこう、まあ、死に淵にいて、何ができないのかなって思った時に、まあ、自分の夢である国連に行くとか、海外で何かするとかっていうのは、まあ、一旦置いておこうということで、帰ることを決めましたと思ってですね、まあ、その決断だけでも結構重いものだったんですけども、そこから、まあ、印刷機械の、まあ、雑誌とか新聞とかをお札とかする印刷機械の中身の電子電気制御部品を作ってまして、いきなり柔道指導者がですね、1階の、生産ラインの 製造員に約2ヶ月でこうキャリアチェンジって言っていいんですか、キャリアダウンかもしれないですけど、本当に汗水ドロ油まみれで、なんていうんでしょうね、ネジ回しをするっていうことが一番最初の仕事でした。本当に今までは先生っていうふうに慕われる生活から、もういきなりこの派遣の社員の方に、お前はなんで使えないんだということをずっと言われて、結構鬱状態になりそうだったんですけども、まあ、その時もやっぱりこう、ま、なんとかやっていかなきゃなということでやってたんですけども、ここにリーマンショックで、いや本当にきついですね。リーマンショックとかもうないってほしいんですけども、リストラ、売上急減って急減って何割って9割落ちたんですね。で、週休6日って、週休6日ってどういうことだ、2日ですけどね、週休6日っていうことで、まあ、当時従業員さんが40人近くいましたので、どうやって日々をやっていくのかっていうことを、まあ、僕も大学卒業してすぐ協力隊で、もうマネジメントが何にも知らないところで、でもうみんなこう意気消沈している中で何とかしなきゃいけないっていうことで、また考えました。自分に今できることは何かないのかということです。で、おっとこの壁見覚えあるぞということで、まあ、本当にヨルダンで赴任して最初の時にあった壁とほぼほぼ一緒だったんじゃないかなというふうに今振り返ってみると、思いました。で、そういう時何をするかって言ったらもう決まってます。限界からの3ですね。で、限界からの3でまた3つ見つけて、
つ一つ、クリアしていくことを、していったことで、まあ、なんとか、回復してで従業員さんも、まあ、リストラしてしまったんですけども、その後、10年間経営をしてで、まあ、ちょうど取引先だったり、他の企業さんにが やりたいということで、まあ、うちもどういうふうに経営をしていくかということを悩んだ末に M&A ということで、事業譲渡を資産売却ということにしました。でその時に、まあ、何回もこう壁があって、おっとこの壁っていう時に使ってきたのが、協力隊での、一番最初に壁になった時に、身についたスキルで、これは、まあ、今ビジネススキルって言いまし書いてますけども、まあ、これはビジネススキルなんじゃないかなというふうに、協力隊でビジネススキルも学べたんじゃないかなと今はちょっと拡大解釈して、やっています。でそれが、すみません、この先輩方がいらっしゃる前で理論とか言ってですね、申し訳ないんですけど、VPA 理論というふうに名付けてちょっと今やっております。で VPA 理論って 何かっていうと、V はビジョンですね。で、P はポジション。で、A はアクションとアクノレッジメントっていう、まあ、承認っていうイメージ、言葉なんですけども、まあ、ビジョン、まあ協力隊の時だと、まあ、どうすればこのヨルダンが永続的に発展していく国になるのかな、柔道が僕がいなくても うまく回っていくのかなっていう時に、考えたのはやっぱ大きなビジョンを描く必要があるなということ でした。なので、ビジョンっていうのはやっぱり仕事でも、そうですし、ビジネスをサポートさせていただく時もやっぱりビジョンをまず描きましょうというところから始めます。あとポジションですね。で、まあ、僕は本当にそんなに柔道が強くなく指導の経験もそんなにない中での協力隊で本当にできるのかなという心配がすごくありました。なんでじゃあ僕が、他の方にはないところは何かっていうところを探していったところ、僕はアラビア語だということで、まあ、今だいぶ忘れてしまったんですけども、アラビア語をもう徹底的にやって誰よりも細かく、寄り添って指導しようということを決めてやりました。でそれが、まあ、事業を立て直す時だったり、まあ、サポートさせていただく時も本当にそのまま、この方はどこが強いのかとかっていうことを意識して常に接するということは、これは協力隊の時に学んだなというふうに思います。でアクションと、承認、まあ、これコーチングっていう、ものスキルなんですけども、よくやっぱり僕にはできないとか、いや こんなんでいいのかとか、まあ、あいつは強いとか、まあ、いろんな、ことを言うと思うんですけども、まあ、その時に、どうやってその彼らを認めさ、奮い立たせてあげるかっていうこともやはりこのヨルダンで、柔道を指導する中で学んだなというふうに感じました。でそれも本当に、立て直し、まあ、繰り返しになりますけども、ビジネスの時には、もう全てヨルダンで学んだことが生きてるなと、っていうかこれしかないのでこれしか使えなかったっていうのもあるんですけども、本当に協力隊に感謝しています。まあ承認っていうのはこういうスキルですね。目標に向かって確実に進んでいることを相手に自分に伝えるフィードバックをするということになります。でそんなこんな、あちょっとこれ飛んでしまった。でそういうふうに、まあ、仕事だけじゃなく。協力隊の活動をこういうふうにお話しする機会を積極的に取るようにしました。というのは国際協力を学んだときに、国際協力で一番大切なことはアカウンタビリティだよと、説明責任なんだと、お前は国のお金で行ってきたんだから、できるだけ自分でお話をする機会を作りなさいと、去年亡くなってしまったんですけども、その大学の教授にずっと教えられて大学生活を、生活してきたので、断るごとにもう無理やりもうねじ込んでいろんなところでお話しさせていただく機会を作ってきました。去年も4件くらい大学生とか中学生とかやってきました。で皆さん本当にすごく、まあ、特に母校とか行くと身近に感じるので、本当にこの、まあ、例えば僕が新潟県村上市ってちょっと田舎で、お前なんて言うんですか、海外に行ったことがある人っていうのを多分こういうところで話しても一人いるかないかみたいなの田舎なので、やっぱり中東の話なんて聞くこともありませんし、例えば皆さんの隣国の話を聞く機会なんてほとんどないと思いますので、ぜひ何かしらこうねじ込んでお話しする機会は作
作っていただけると、他の方のためにもなるんじゃないかなと思います。そういうふうなことでいろんなチャンスを協力隊をできるだけ使って、僕が一番協力隊を使った人間になろうというふうに思っていろいろ活動していく中で、外務省でサウジアラビアに行きたいビジネスパーソンいませんかみたいな話がありまして、一応受けてみたら受かりまして、これサウジアラビアに行ってきました。約1週間日本、でその時もやっぱりここでも柔道が行きました。なんと大使館には武官の方がいるので、その方とじゃあデモンストレーションやりましょうということで、柔道着着て、デモンストレーションするなというかですね、そういうふうに本当にどこまで行っても柔道は生きるんだなというふうに感じました。はい、こんな感じでサウジアラビアですね、なんかこう省庁の方とか、なんとか省司さんとか、そういうすごい学歴とか高い方と一緒に混じって、地方の中小企業の親父みたいな感じですね、潜り込んでいきました。でやっぱりそういういきなりこう潜り込んでいく体験っていうのを、協力隊でできたことで、英語はそんなしゃべれないんですけども、そういうふうな、機会を見つけて、海外の研修とかにも行く、度胸もついて本当に良かったなというふうに思いますし、こういうふうに、協力隊の経験が、どんなところにも行けるんだなっていうふうなことを、常に確認する日々、今とですねの日々です。でこれが、例えば大学生に向けての話だったり、中学生に向けての話だったりっていうのを、依頼があるないに関わらず、こういうことできますんでっていうことでお話をする機会を積極的に作っています。今年はまだちょっとないんですけども、できれば今年も3回くらいやりたいなと。で本当に何回も何回も言って恐縮なんですけども、協力隊に行って本当に最初大学を卒業してどういうふうな進路につくかっていう時に、思った時に、協力隊っていうのがあって、協力隊に行くことができたのが本当に今につながっていますし、まさにこう人生で柔道とともに大変だった時を乗り越えさせてくれた、きっかけになったなと思います。でよく、講演とかの時に最後に言うのは、決断に失敗はないと知るということを、知ったなというふうなことを思います。で皆さんも、任国に行って本当にこんなとこ来てよかったのかなとか、いろいろあったこともあると思いますし、経験がどう生かせるのかなというふうに、まだこれから言ってない方もいますので、思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、どんな感じにもですね、生きる、ちょっと遠目に引いてみるといろんなところに活用し、そのつながりから、また広がっていく世界があるんじゃないかなというふうに思い、最後この言葉で、終わらせていただいています。ちょっと足早だったんですけども、今日はご清聴いただきありがとうございました。どうもありがとうございました。松本はプレゼンがうまいぞという噂を聞いてはいたいんですけれども、噂は通り非常に勉強になりました。ありがとうございました。協力隊で身につけたビジネススキル、この、キーワードを今後使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。何かご質問などありますでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。